か洗濯機がっていうこと。このペットシートを敷いてるっていうのは水漏れが起きちゃう。はい。この辺が水浸しになっちゃった。設置してみてよくあるのが、ここがすり減って漏るパターンが今まで2回ぐらいあったんですよね。そのパターンかな。その場合も全部こう設置した時に首が回って周りとか調べて、しっかりとどこが原因だか、見つけていきますね。まあとりあえずお風呂は問題なく流れるってことですよね。ちょっと、あのパターンは排水エルボ肉痩せパターンじゃねえか。そんな感じはするぞ。外の排水マスか。これは EF ベンゼット、この辺にあっていいんだけど、隠れてるっぽいな。よいしょ。これが 1F 便所だとして、今日はこの辺かな？どこだ？ああ、これか。外マス詰まりではまずなさそうだな。とりあえずね、この洗濯機の排水口の手前に点検口があって、よいしょ。まあ中覗くとね、まずこれ見えてるのが風呂の排水で、でこう来て、で75にして。70じゃあ50の立ち上げで洗濯機なんだよね。でね、風呂の排水が流れてるってことなので、ここのね太い管はまあ大丈夫なんだよ。で洗濯機なんて特にね、この縦で詰まることはもうないから、ほとんどない。で奥は洗面所洗面フロア、特に
詰まってる症状というか水漏れの症状がないって言ってるから、まあ肉痩せかな。あーなんかパッと床下を見た感じ、ここの太い管がお風呂につながってる排水なんですよね。でこっちが洗面所で、洗濯機がここの排水管なんですよ、立ち上がってるやつで。お風呂が流れてるっていうことは、ここの管は詰まってないっていうことなんですよね。ってなると洗濯機ってこの縦で詰まるってことはまあほぼほぼないんですよ。で、この排水管を上から覗き込んでも、その管の底が見えるんですよね、ちゃんと。それなのに水漏れが起きるっていうことは、まあ最初お話ししたここの排水エルゴの肉痩せが原因じゃないかなっていう感じなんですよね。まあ見た感じそうです。前のその業者さんが外からやりますって言って、で結局まあそれで多分まあ治ってないんですよね。 そういう場合ってその業者ってなんて言って帰ってったんですか？上からやれる人のところに探してください。はあ上からやれる人。そう、でうちのところは上からってこう、このね、排水口からやることはしないっておっしゃるんですよ。おだから私はそのなんだっけ、マンションの時のイメージでこう長い、こんな長いこう絵を持ってギュギュギュってやりながら、はい、全部 あのマンションの一個一個をこう清掃してたイメージがあったから、それをやってくれるのかと思ってたんですよ。はいはい、実は全然違ってて、下からしかやってなくて、で、最初に終わりましたって、あれ、上からやってくれるんですか、上からはやらないんですって、と思って、あ、全然排水管壊し事業って言ったら、そのイメージしかなかったから、はい、だから、と思って、そう、全然こう、やってくれたっていうイメージがなかったから、はい、上からやらないっていうのは、そういう業者さんによるのかなと思ったので、で探したら、まあ、おばさんのところが、はい、おつまりとかいろいろやってくれてるみたいだから、それであじゃあと思ってお願いしたんですけど、はい、それでまあ作業料金は一応払ってみたいな。そうです、そうです。ちなみに料金的には万円です。あ、じゃあ作業時間的には30分とか1時間とか。そうですね、1時間ぐらいでした。まあそういう業者もいるんですよね、本当に。それってどうやって見つけた？これはね、チラシが入ってたんです。あ、チラシが入ってて、はい、あで今までやってなかったんだけど、はい、でもこの今回のそういうつまりがあったから、やっぱりやらなきゃいけないかなって、あの子だけでも、はい、マンションはやってたんですけど、年に1回、はい、やらなきゃいけないなと思って、それでやってもらってくれましたね。まあ、より確定的にするためにちょっと、うん、あの水漏れの状態をチェックして、はい、まあ、この辺周りに濡らさないようにはします、はい、排水トラックを水を入れて戻して、いよいよな、水を溜めたので排水チェックだ。いつものパターンならここだね、この隙間から水が漏るはず。よし、排水スタート。あー来てるね。止めよう。来てるね、水が。やっぱそうだね。
客様やっぱりそうですね、このタイプではよくある、よくあるって言ったらちょっと語弊あるかもしれないですけども、排水管の方じゃなくて、まあおそらくここの首のところ、曲がりのところの肉痩せだとは思うので、ちょっと次はテープでその隙間を埋めてみて、盛るか盛らないかやってみますね。2件3件ぐらいあれなんですよね、このタイプですとここがどうもすり減るみたいなので、まあ、全部あの同じような処置でこのテープ巻いてあげて、で隙間をなくしてあげると水が止まるようにはなるんですよね。ちょっとそれで本当に止まるかどうかやってみますね。根本的に直すってなると、あの多分これって汎用品なので、ホームセンターとかに行ってちょっと買い直していただくとかですね。まあ多いのは、詰まり症状が出てきてから、であの台所がコポコポ言うとか、どこか流れ悪いなっていうパターンか、まあ、あともしくはあの10年特にどこもいじってなかったので、まあ、この木に詰まる前に清掃入れとこうっていうお客様が多いですね。そうですね。排水スタート。ブレースは一応準備しておいて、排水終わって漏れはないね。とりあえずお客様、あの一番多い66リッター排水して漏らなくなったので、うん、そうですね、詰まりじゃなくて、まあ、肉痩せが原因かなって。そうですね、全体の清掃これから進めちゃいます。はい、ありがとうございます。よーし、2階の排水が終わって、漏れとはないね。最大の水量で2回排水させて、水が持ってこなくなったので、うん、大丈夫かなっていうところですね。はい、ありがとうございます。外回り作業した感じ、特に何か悪そうなところとか目立つ点は特にないので、うん、